FM コザをお聞きの皆様、こんばんは。時刻は夜の7時を迎えました。この時間はパーソナリティの塩素がお送りいたします。塩素くんラジオするをお楽しみくださいませ。この番組は生き物のお話をしていく1時間番組となっております。毎週生き物にまつわるニュース、生態、音楽などを取り上げてお届けいたしますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp までお寄せくださいませ。また、FM コザではユーストリーム、ツイキャスというネット配信も行っております。どちらも、インターネットで FM コザのホームページから入っていただければ、ネット配信をご覧いただくことができると思いますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ということで早速そのネット配信のツイキャスの方でコメントが来ていますので読み上げたいと思います。こちらは、ツイキャスネームルドルフさん、はいさいこんばんは、ゲストさん S さん今日も楽しくですということで、はい、ルドルフさん毎週ありがとうございます。そうなんですよ、今週はですね、先週に続きゲストをお呼びしております。ゲストといいますかもう準レギュラーみたいな2人なんですけど、今回も一緒に番組を進めていこうと思っております。それでは早速自己紹介の方をよろしくお願いいたします。6年生の、もう新中1年生のザユードです。はい、新4年生の津田投手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回は先週に引き続き、来週の月曜日から、中学生になる津田ユードくんと、新4年生になる、はい、塚俊くんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。2人はちょくちょくこの塩素くんラジオするで、準レギュラーといいますか何度か来ていただいて一緒に番組をしていただいてるんですけど、今春休みということでいろいろとちょっと、来れるということで今回参加していただきました。じゃあちょっとここから世間話に入るんですけど、もうあさって月曜日から誘導は、中学生、トシは、小学4年生だけど、どんなね気持ち的には、まずはトシから聞いてみようか。一応学年が上がるだけで友達はみんな知ってるでしょ。あ、はい、だ け,、うん、だけど、うん、なんか準備とかが、うん、初めの準備とかが大変そうです。あー、そっかそっか。クラス替えはしてるんだっけ。いや、クラスが変わったりとかは。あ、はい。それはまだ聞かされていない。あ、はい、わかりません僕。そっかそっか。じゃあこれからちょっといろいろドキドキすると思うけど頑張ってね。はい。で、ユードくんは中学生だけど、中学生ってどういうイメージがある？なんか、うん、中学生も、うん、小学生が小学6年生から小学7年生になるみたいな感じ、なんか普通。そうだよね。まあ大体の子たちも思ってると思うけど、大抵は小学校からの友達が中学校も同じっていうことが多いからね。だからなんとなく学校が変わるだけであんまり変わらないっていう子もいると思うけど、でもこれからはいろいろと勉強も増えてくると思うけど、ちなみに中学校に入ったらなんか部活やってみたいものってある？部活は3つあって、うん、ハンドかテニスかサッカー。ああ、いろいろあるね。じゃあ、部活の紹介の時にちょっと見学とかしながら決めていくっていう感じかな、うん。じゃあ、あさってからの中学校生活頑張ってね。はい。ここでルドルフさんからコメントが届いております。沖縄は中学校は制服ですかと来ておりますね。そうですね、基本的に中学生は制服を着ています。私服
で登校する中学校もあるとは思うんですけど、沖縄の中学校はもう大抵、制服で、登校しておりますね。はい、ということで、今回はこの3人でお送りしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。では早速、音楽の方に移りたいと思います。まず最初にお聴きいただく曲はこちらになります。それではお聴きくださいませ。お送りする曲は玉置浩二さんでルーキー。
遠足の〇〇ニュース。このコーナーでは生き物にまつわるニュースを取り上げて、その記事の内容について感想、意見を勝手に述べていくコーナーとなっております。個人的な勝手な感想などを述べていくコーナーとなっております。今回は、ゲストとして塚兄弟2人に来てもらっているので、2人にもちょっと感想を言ってもらうからよろしくね。はい。じゃあ早速1つ目のニュースから参ります。こちら、まず最初のニュースはサメのニュース。オーストラリアでカヤックに乗っていた男性が、サメにカヤックを噛みつかれ、その残骸に40分もの間しがみついていたというニュースが上がりました。襲われた男性はクライドさんというオーストラリアに住んでいる方ということで、クライドンさんは波が打ちつける中、カヤックの残骸の上に横になっていたが、どうにかして自分自身の気持ちを保ち、防水ケースから携帯電話を取り出して救助隊に助けを求めたということです。クライドンさんは駆けつけた警察によって発見されるまでの40分間、またサメに襲われるのではないかと恐怖しながら待っていなければならなかったと述べているそうです。はい、まず最初のニュースは、サメにカヤックを噛みつかれるというニュースでした。まとめますと、オーストラリアに住んでいるこの、ギャビン・クライドンさんが、海でのんびりカヤックを漕いでいたところ、サメに襲われたというニュースです。サメはこのクライドンさんに襲ったのではなくて、このカヤックに噛みついてきて、その結果カヤックは残骸、いわゆるバラバラになってしまったということで、クライドンさんはその中でバラバラになった、カヤックにしがみついて、で、防水になっている、いわゆる濡れても大丈夫な服を中に入れていた携帯電話から、救助隊を呼んだということです。ただしその間40分間海の上でひたすら待ち続けていたというニュースでした。はい、ということでまず最初はこういったニュースなんだけど、2人ともなんか感想ある？いきなり無茶ぶりだけど、じゃあまずはトシから言ってみようか。なんか、うん、僕だったらもう怖すぎて怖すぎて、うん、もう溺れて死にます。そうだよね。これはまたサメに襲われるんじゃないかっていうビクビクしていたっていう話も聞くし、もういわゆるもうしがみつくものがバラバラになったカヤックしかなかったから、本当に恐怖だったのかもしれないですね。じゃあユードは何かある？なんか怖いけど、うん、冷静に判断できて、うん、すぐ電話できたのがすごいです。そうそうそう、この時一番何が助かった理由かというと、すぐに冷静さを保ってどうすればいいかを考えて行動していたことだね。しかもこの方はちゃんと万が一に備えてこういった対策を練っていた。対策かどうかわからないけど、防水ケース、いわゆる水に濡れないケースの中に携帯電話を入れていたおかげで救助隊を呼ぶことができて、そのおかげで助かったというお話です。じゃあここで2人にちょっと、クイズ出すんだけど、どうしてサメが襲ってきたと思う？そのカヤックが魚に見えた、うん、そう、正解。実はサメが食べる獲物としてアシカや、アザラシなどが挙げられます。で、人間がサメに襲われる理由は、こういったアシカに間違われて襲われるというケースが多いらしいです。サメの襲い方はまず、海の底から上がってきて襲う感じなんですね。でサメから見たら太陽によって照らされた人の姿がアシカの姿に見えてしまう。なのでサメはアシカだと思った、いわゆる自分たちの獲物だと思って噛みついたけど、それが人間だったから間違って噛んだだけでもう殺さなかったっていうケースが多いらしいね。
だから実際に、今回カヤックが襲われた理由もまずまあその姿がアシカに似ていたからというそういった理由で襲われたと思われます。でよく、サメに襲われるというそういったニュースを聞くんですけど、死亡事故っていうのはそんなには聞かないんですね。まあちょっと大怪我をしてしまうというニュースは聞くんですけど、この殺される、食べられてしまったというニュースはなかなか聞かなくて、これはなぜかと言いますと、サメも初めから人間を襲うつもりではなかったという理由があるんですよ。要するにアシカだと思ったのに違う生き物、しかも見たこともない生き物だったので、なので噛みついた瞬間違うなと思って話したおかげで、この噛まれた人たちも助かったという例が結構あるんですね。なのでもし海で、まあ、サーフィンなどボートに乗ってる方で、サメに襲われてしまいましたら、まあまあちょっと難しいと思うんですけど、噛まれても冷静に対処してください。このまあもちろんサメの中には人を襲う、人間と分かった上で襲うサメもいるかもしれないですけど、大抵は人間だと気づいたらサメは離れていきます。その間に、どうすればいいか考えて、助かる方法を考えていきましょう。はい、ここで、ツイキャスでコメントが来ておりますね。ツイキャスネームルドルフさんから、このニュースについてのコメントですね、よく助かりましたねと来ております。そうなんですよ、今回、サメが噛みついたのはカヤックであって、この男性の、ギャビン・クライドンさんには怪我はなかったということで、これも助かった要因かもしれませんね。はい、ではまず最初のニュースはサメがカヤックを襲うというニュースでした。では続けて2つ目のニュースに参りたいと思います。2つ目のニュースは、養殖のお話。近畿大水産研究所、こちら和歌山県にある水産研究所が、白身の高級魚であるクエと同じハタ科の大型魚タマカイを掛け合わせたクエタマの養殖に成功したと発表しました。クエの4倍近い速さで成長し、味はクエに劣らないと言います。今後養殖業者への稚魚の販売も視野に入れていると述べておるそうです。稚魚ってわかる？ちっちゃい魚、生まれたばかり。そうそう、その生まれたばかりの魚のことを稚魚って読みます。こちら、水産研究所は気軽に食べられる魚にとさらなる改良に向け意気込んでいるということで、この研究所の、所長さんは、交雑による養殖で、いわゆる交尾による養殖で消費者も安心できる広く食べられる魚にしたいと話しているそうです。ということで、2つ目のニュースは養殖、クエタマの養殖に成功というニュースでした。今のニュースでちょっと2人はまだ小学生で中1だからわからないこともあると思うんだけど、まず交雑ってわかる？知りません。僕は、まあ大雑把に言うと違う種類の生き物を交尾させること、これが交雑と言います。で、養殖っていうのはいわゆる、まあ、うなぎだったり土壌だったり、いわゆる人の手によって育てている自然界で育てているやつではなくて、人によって育てられている魚のことを養殖と呼ぶんですね。で、消費者も安心できる広く食べられる魚にしたいの、消費者っていうのは自分たち人間のこと、いわゆる食べる人ですね。お客さんに、お客さんに安心して、食べられる魚にしていきたいと、そう述べているというわけです。クエという魚は高級魚で結構高いんですけど、育てるのに約4年ぐらいかかるということで、食べられるのに4年かけて育てなければいけないということで、これだとちょっとこのなかなか育てていく、いわゆる利益を生むのが難しいとされているんですけど、今回、同じハタ科の大型の魚タ
タマカイとクエを掛け合わせて作られたクエタマという養殖の魚を生み出したことによって、今後このクエに代わる、刺身料理として出される可能性があるというお話です。まあ養殖の話2人ちょっとわからないかな。あ、はい、難しいかな、はい、じゃあ、養殖いわゆる、人の手によって生み出された家畜動物っていうのは知ってる？はい、いわゆる牛や豚だね、はい、で、牛や豚の祖先は、まあ、イノシシなんだけど、イノシシだったりとか牛の仲間なんだけど、自然界にいる、例えば豚とイノシシで例えると、自然界にいるイノシシと人の手によって作られた家畜の豚、何が違うと思う？ヒント、人の手によって生み出されたこの家畜の動物、豚たちは人間にとって一番使いやすい、要は利益にしやすいように改良されている、いわゆる、自分たちに得するように生み出されています。それは何でしょうか？ちょっと難しいからもう適当でもいいよ。豚？そうそう豚。牛。うん、あ、そうだね。じゃあまた別の生き物のお話しすると、犬と狼で違いがあるんだけど、まあ、ちょっと選択で言わせようかな、ちょっと難しいと思うから、はい、犬と狼のお話で、犬と狼どっちの方が寿命が長いと思う？犬。そう、狼。うん、正解は犬。じゃあ次に、犬と狼どっちが早く大人になると思う？あ、狼。狼。不正解。正解は犬。これは何でかっていうと、人間の役に立ってもらうためにそういった改良がされているからです。改良という言葉はわかる？ちょっとわかんないか。まあいわゆる、よくより良いものを作っていくことなんだけど、それは改良っていう、まあ大雑把に言うとね。で、どうして犬は、すぐ早く大人になるのかというと、これはいわゆる人間にとって犬はパートナー で昔の人は狩りに手伝ってもらっていたわけ。いわゆる、まあ、鳥とかハンターの役目を犬にもさせていたんだけど、この育つのが遅いといつまでたっても自分たちの役には立たないわけ。まず育てるのに4年以上かけなきゃいけないんだけど、だから昔の人たちはこの狼から犬に品種改良する際に成長するスピードを早めるように改良していったわけ。この成長させること、いわゆる子犬である時間を短くすることによって、早いうちに人間の役に立てるようにしたっていうわけだね。で、話は変わる、また元に戻るんだけど、今回のクエと、作られたクエ玉は、クエの、このクエ玉の方が成長が早いわけ。これは何でかっていうと、クエは育てるのに4年かかるわけさ。4年だと結構長いさ。ただ、クエ玉はその4年よりももっと短く育てられる。いわゆる短いとすぐに出荷、いわゆる魚屋さんに出せるわけ。だから、水産業の方々も利益が得られるということで、子供にはちょっと難しいとは思うんだけど、いわゆる、お魚、お肉などこのお肉屋さん、お魚屋さんにあげるときは、その魚で動物が早く成長してもらえると、早めに利益、お金がたくさんもらえるようになるっていうわけなんだよね。ちょっと難しかったかな。まあこれはね、柔道は中学になったらちょっとは習うかもしれないから、まあなんとなく覚えてくれたらいいと思うよ、はい、で、投資はまあ分からなくても全然 OK だから、そうそうそう、まあなんとなくこういった話があったなって覚えてくれたらいいからさ。で、今回また話は戻るんですけど、近畿大学の水産研究所がクエタマという養殖を成功させたことによって、今後気軽に魚屋さんに出られるような魚として、改良を向けて、意気込んでいきたいと述べているというお話でした。では
以上をもちまして遠足くんの〇〇ニュースを終わりたいと思います。それではここでまた音楽の方に移りたいと思います。それではお聴きくださいませ。お送りする曲はダカーポさんで野に咲く花のように。遠足くんの〇〇紹介。このコーナーでは生き物にまつわる、生態などをご紹介していくコーナーとなっております。今回はツハ兄弟と一緒に、動物の生態など特徴についてお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、ライオンについてお話していきたいと思います。2人はライオンって知ってる？あ、はい、あ、はい、知ってます。うん、あ、その前に、ツイキャスがちょっと切れてしまいましたので、塚雄道くんちょっとツイキャスをつけてもらってもいいかな。何だったっけこのライオン。はい、ただいま、ネット配信のツイキャスを更新させていただいております。ラジオを聞いている皆様、大変申し訳ございませんが、もうしばらくお待ちくださいませ。大丈夫？あ、はい、できました。はい、お待たせしました。それではライオンについてお話しするんですけど、二人はライオンについてどんなこと知ってる？ライオン、うん、たてがみあって、うん、オスにあるね、オスにたてがみがあって、うん、と百獣の王ぐらい。ああ、そうそうそう、百獣の王って呼ばれてるね。他には何か知ってることってある？子供が大好きぐらいしか。子供が大好き。子供が、子供を口にくわえて歩く。ああ、なるほど。多分それは猫みたいな感じで持つのかな。そう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 、目が見えない時に。うん、これはまあ今話すんだけど、猫って首根っこ持たれるとおとなしくなるって知ってる？そうなんですか。首？そうそう、
首根っこ、ああ、まあ、うなじあたり、人間でいううなじ、そうそうそう、そのうなじ部分は実は噛んでも痛くない場所で、そこを掴まれると猫はおとなしくなります。母猫も子猫を移動する際はその首根っこの方を掴んで移動させるんですね。ここを掴まれてると暴れなくなるので、なので多分トッシーの言ってるのはそのことだと思うね。今回はそんなライオンについてお話していきたいと思うので2人も聞いておいてね。はい、ライオン、分類は食肉目猫科の豹属に入ります。食肉目っていうのは、まあ、猫目とも呼ばれてるんだけど、この食肉目いわゆる犬、猫、熊、これらのグループのことを言うわけさ。でその中の猫科の豹属に入るんですけど、このグループに入る仲間として何がいると思う？豹属に入る猫科の動物は何がいると思う？チーター？うん、ハイエナ。ハイエナは違うな、正解は、ヒョウ、トラ、ジャガーなどが挙げられます。これが、ヒョウ属、いわゆるライオンと同じグループにいる猫科の動物になります。生息地は主にサバンナのあるサブサハラと呼ばれるアフリカの地域で、他ではインドにも生息している種類のライオンもいます。ではここでまたクイズです。ライオンの食性、ライオンは肉食、草食、どっちでしょうか？肉食。はい、肉食。はい、そうです。ライオンは肉食で、体の大きい草食動物をメインに狩りを行います。まあどんな草食動物かと言いますと、いわゆる、水牛、ヌーだったり、あとは、シマウマなどを食べているというわけですね。じゃあ2つ目の問題、寿命はどれぐらいだと思う？30。惜しいね。飼育されている、いわゆる動物園にいるライオンはもしかしたら30歳ぐらいまで生きると言われています。それぐらい長生きするんだけど、じゃあ野生にいるライオンはどれぐらい生きると思う？10年ぐらい。そう、今ユードが正解言ったね。約10年ぐらい。これはいわゆる野生にいる動物はすごく厳しい環境の中です生きているので、なかなか長生きはできないといった理由があるんですね。対してどうして子供の国、子供の国っていうのはまあ動物園だね、すいません今ちょっと施設の名前言ったので分からなかったと思うんですけど、いわゆる動物園にいるライオンはどうして長生きするのかと言いますと、毎日ちゃんとしたいわゆるお腹いっぱいになれる食事がもらえる、で健康的な生活を行うことができるということで長生きができるというわけだね。じゃあ続きまして、ライオンの特徴に参ります。ライオンの特徴は、まあ、大きく言うと、オスのたてがみ、そして集団で狩りを行うことが挙げられます。さっきトシが言った、まあ、たてがみだね。じゃあまたトシに質問、どうしてオスにはたてがみがあるのでしょうか？強いか強くないか表現するため。そうだね、アピール、いわゆる自分は強いんだということをこの相手に見せるために生えています。その他にはまあ一つの説として、相手に噛まれても大丈夫なように、野生の動物、肉食動物って実は襲うところ結構決まってるって知ってる？あ、はい。どこ狙うと思う？お尻の方。お尻、まあそうだね、腰の方。ちょっと違うね。確かにそこも襲うこともあるんだけど、じゃあそう正解、首を狙うのが多いです。これは何でかっていうと、まあ、人間もそうなんだけど、生き物にとって首が一番の致命傷、いわゆる一番危ないところ、襲われたら危ないところなんだよね。でオスのライオンはたてがみは首の周りについているさ。これは何でかっていうと、首に噛まれても大丈夫なようにするためではないかと言われています。でもう一つはトーシーの言ってた通り、自分は強いんだぞということを他のライオンに見せつけるためとも言われています。
じゃあまたオスライオンについてちょっとクイズなんだけど、オスライオンの仕事は何だと思う？んメスライオンは、まあ、獲物を捕まえるのがお仕事なんだけど、じゃあオスライオンは何だと思う？子供を見守る。見守る。まあちょっと惜しいね。もっと具体的に言える？まず一つ、ライオンは群れで行動します。ではオスのライオンの仕事は何でしょう？見守るは若干ちょっと惜しいよ。子供を一緒に、子供に狩りの仕方を教える。遠くなったね。縄張り。そう、縄張り。作るっていうのは見守る。見守る。まあ正解かな。いわゆる、縄張り、いわゆる自分たちの群れを守る、それがオスライオンの仕事です。まずライオンが群れで行動してるっていうのは知ってる？群れで動いてるっていうのは知ってる？あ、はい。でその中でオスライオンは1頭2頭ぐらいしかいないわけ。他はみんなメスライオンで、メスライオンが食事をして、でメスライオンが取ってきた餌をまず最初にオスライオンが食べるっていうのが、まあ、食事の決まりなんだけど、じゃあオスライオンは狩りをしない代わりに何をするのかというと、この群れを守る責任があります。例えば他のオスのライオンが群れに入ってきたら、この群れから追い出すように戦ったり、あとは群れから他の敵、ライオン以外の敵から群れを守るために戦う、それがオスのライオンの仕事と言われています。オスライオンは結構この群れの中で偉い立場なんだけど、どうして偉いのかというと、こういった自分たち群れを守るからなんだよね。その代わりメスたちは、餌を取ってくる、チームで行動して餌を取ってきて、まず最初にオスに餌を食べさせてから自分たちが食べる、そういったまあチームワークを取ってるっていうわけなんだね。ではこの勢いで、まあ、2つ目の特徴、集団で狩りを行うことについてお話ししていきます。ネコ科の動物って実は単独って言葉知ってる？いや、一人。そうそう、一人一匹なんだけど、一匹で行動するのが普通なんだけど、これは何でかっていうと、昔の、猫の祖先はもともと森に暮らしていたわけさ。で森で暮らしていて、獲物に忍び寄って捕まえるっていうのが主な狩りの仕方だったわけで、そんな時仲間で一緒に行動しているとバレてしまうかもしれないわけさ。みんなで一緒に狩りをするよりも一人で隠れて近づいて狩りをする、そうした方が獲物を捕らえやすいというから、そういった理由で今の猫たちもこの一人で狩りをしているのがメインになっている、そういった理由があります。ただライオンはサバンナ。サバンナってどこかわかる？アフリカ。そうそうそう、あの平べったいとこだね、何にもないとこなんだけど、そんなところだとまあなかなか一匹だと餌を取ることができないわけ。もちろん猫科の動物の中には一匹で獲物を捕らえるものもいるんだけど、ライオンは体が大きくて、どれぐらい大きかというと、猫科の動物だと虎と同じぐらいでかい、いわゆる上から1番2番ぐらいのでかさと言われています。そんなライオンが一匹だとどうしても捕まえるのが難しいので、なのでどうやって狩りをするのか考えた結果、みんなで協力して餌を取るという行動に取ったんです。犬と同じだね。犬も群れで行動して獲物を襲うんだけど、ライオンもチームプレーをして獲物を襲う、それがライオンの特徴になるというわけです。これが、ライオンの特徴の一つに挙げられます。ライオンの特徴は大きく言うと、集団で狩りを行うこと、そしてオスのたてがみ、この2つが挙げられるというわけです。2人はどうしてライオンが群れで行動しているのかは知ってた？知りませんでした。知りませんでした。まあ簡単に言うと、1人じゃもう餌は
取るのが難しいからなんだよね。もちろんライオンの中には一匹で一頭で餌を取るライオンもいるんだけど、一頭だけで捕まえるよりもみんなで協力した方が捕まえやすいから。実を言うとさ、みんなで協力して餌取っていてもライオン餌を取る確率はどれぐらいか知ってる？50/2。だいたい 20% か 30% ぐらい。少な。そう、みんなで協力してもそれぐらいしか取れないわけ。これだから一頭でやるとなるともっと下がる。だからライオンたちはみんなで協力して獲物を取っているというわけなんですね。これがまあライオンの特徴になります。意外とみんなライオンは群れで行動するっていうことは知ってるんだけど、なんで群れで行動しているのかは知らない人は結構いるみたいで、ましてやこれが珍しいことって気づかない場合があるんだよね。二人ともライオンが群れで暮らしているって珍しいと思ったことある？いえ、ありません。そう、もう当たり前だよね、二人の中だと、はい、だけど、はい、本当は猫か、まあトラとかジャガーとかっていうのは基本は一頭だけで暮らしているわけ。みんなで協力してた、餌を取るっていうことはなかなかないから、実はこれもライオンの特徴の一つなんだよね。はい、これが、ライオンについての特徴のお話でした。それではこの辺で遠足くんの〇〇紹介を終わりたいと思います。ではこの辺で一旦 CM に移ります。似てないのかな。うん、聞いてるよ。聞いてるんだ、うん、聞いてるか分かるんだ。うん、見てる人はいるから。何いますか。今は5人かな、スイキャスだと。そう、これ聞いてる人は分かるんですか。聞いてる人は、車使わ、見てる人は分かる。いますよ。ありがとうございます。そう、ライオンみんなで協力しても20% か 30% しか取れないわけ。じゃあ一人でやったらもう 3% ぐらい、もっと下がると思うね。あと、体が大きいさ、だから食べる量も多いわけ。ああ、だからたくさん食べんといけない。そうそう、いわゆるウサギだったりとか小さい生き物だとどうしてもお腹いっぱいになれないから、大きい、そうそう、シマウマとかを襲うには、シマウマも結構でかいわけさ、馬みたいにでかいから。だから一頭でかかっても負けてしまうことがあるわけ。負ける、いわゆる襲っても返り討ちに遭う、捕まえられないっていうこともあるんだけど、みんなで協力した方が捕まえやすくはなるわけさ。この前テレビでやってたんじゃん、ん、チーター一匹とシマウマ一匹で、あれ、チーターを水に沈めてからシマウマが、ああ、わかった。そうそうそう、チーターはね、テレビにも言ってたんだけど、早く走れるさ。あ、超速い。そうだけど、早く走れるために筋肉を落としてるわけ。筋肉、いわゆる力がないから簡単に振りほどかれてしまうわけさ。だからチーターも餌を取るのは難しいみたいわけ、狩りは。ゆでん、これさ、ネズミウサギ。そろそろ CM が終わるね。塩素くんの〇〇ソング。はい、最後のコーナーになりました。塩素くんの〇〇ソング。このコーナーではあるテーマに基づいて、生き物に関する音楽を流していきたいと思います。ただしお送りする曲は、生き物にまつわる曲以外にも、曲名が生き物の名前がついていたり、歌詞に生き物の名前がついてるだけ、いわゆる生き物に関係ない、ただ表現してるだけのものもありますので、ご了承くださいませ。今回、お送りする曲のテーマは春の生き物。二人はまあ季語って知ってる？季語、季語、うん、いわゆる季節の言葉なんだけど、そうそう、俳句とかにもある。五七五、五七五は習った？あ、習いました、うん、3年生で。その中で季語っていう言葉も習うと思うんだけど、例えば
春に連想する、春とイメージするものは何ですかっていうので、例えば春ですとウグイス、夏だと海、スイカ、これが季語っていう、季節の言葉と書いて季語って呼ぶんだけど、今回はこの季語に選ばれている生き物で、春の季語の中の、ツバメをテーマにお送りしていきたいと思います。では早速お聴きくださいませ。まず最初にお送りする曲は松田聖子さんでチェリーブラッサム。まず最初の曲は松田聖子さんでチェリーブラッサムです。この曲は、まあツバメという言葉を使ってるんですけど、具体的にどういった音楽曲かと言いますと、新しい未来へ飛び立つというイメージで作られている曲になります。それでは、引き続き松田聖子さんのチェリーブラッサムをお聴きくださいませ。お送りした曲は、松田聖子さんでチェリーブラッサムでした。二人はこの曲知ってる？まあ知らないと思うけど。まず松田聖子さんって知ってる？いや知りません。知らないか。まあ昔の昭和のアイドル、とっても有名なアイドルの方なんだけど、この方が歌っていたのがチェリーブラッサムっていう曲になる。じゃあさ、多分この後の曲はみんな知ってるかもしれないね。二人はプロジェクト X は知ってる？代表曲は何ですか？地上の星、これから流すんだけど、中島みゆきさんで地上の星。知りません。じゃあちょっと今回聞いてみようか。はい。それではお聞きくださいませ。中島みゆきさんで地上の星。
2曲目の曲は、中島みゆきさんで地上の星。こちら、多分90年代の方、2000年初期の方だったら知ってると思うんですけど、プロジェクト X の主題歌になっています。まあ曲のテーマなんですけど、まあみんな一人一人が輝いている、いわゆるこの輝くというのは自分の中の、要はスポットライトを当たっているのではなくて、自分から輝き放っているということをいろんな言葉を表現して歌っている曲になります。それでは、この地上の星をエンディング曲にしながらエンディングに移りたいと思います。今回も、遠足くんラジオをする1時間聞いてくれて本当にありがとうございました。今回は先週に引き続き津波兄弟、津波雄道くんとトシくんに来てもらいました。じゃあ2人にちょっと感想を言ってもらいたいと思います。まずは、雄道くんからよろしくお願いします。さっきの話戻るんですけど、うん、ライオン一人だったら一応弱いんですね。弱いっていうか一応強いは強いけど、うん、1対1だったら狩るのが難しい。そうだね、相手も結構ライオンは結構食べるから、なので餌も獲物も結構でかいやつじゃないと満足しないからさ、1対1だと負けることもあるね。うん、じゃあトシよろしく。一番初めの、うん、なんかサメに襲われてもずっといとくってのが、うん、もう本当にもうこあんま怖がりじゃないんだなっていうのが、なんかあの人がすごいと思いました。そうだよね。そう、まず生き物動物に襲われたらまずパニックになるんだけど、この人はまずどうすればいいかを冷静に対処できたっていうのがすごいよね。皆さんももし生き物、例えば身近ですと蜂だったりとか、野良犬だったりとか襲われてもちゃんとパニックにならずに冷静に対処するように心がけてくださいませ。それでは、この辺で遠足ラジオするを終わりたいと思います。この番組ですはメッセージを募集しております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp までお寄せくださいませ。来週も遠足くんラジオする、毎週土曜日夜7時からお送りしています。来週もどうぞよろしくお願いいたします。今回は、先週に引き続き津波雄道くんと津波投資くんに来ていただきました。また次回もよろしくね。はい、はい、来週は来れる？ちょっと難しいから。多分来れると思います。多分来れると思います。来れる？あ、じゃあちょっと期待して待っとくね。はい。じゃあ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。二人に言ってるよ。ありがとうございました。じゃあ、ラジオを聞いてる皆様、ツイキャスをご覧の皆様、そしてユーストリーム、YouTube をご覧の皆様、本日も聞いてくれて本当にありがとうございました。それではこの辺で締めたいと思います。お送りしたのはパーソナリティの演奏と、ユードと、投資でした。ありがとうございました。それでは、失礼いたします。